それでは 2R 中村祐樹さんでテンプレートエンジンバグを使ったみんなでやるウェブ制作です。よろしくお願いします。ご紹介にあかりました、中村祐樹と申します。 2R という会社でフロントエンドエンジニアをしています。 Twitter ではですね、ナイコロニック ID でですね、日々、ツイート活動をしておりますので、ぜひフォローしてください。本日のスライド実は、全て撮影 OK です。実況も、ガンガンしてもらって構いませんので、ぜひ愛のあるまさかで投げていただければなと思います。ハッシュタグがですね、上の方で CSS ナイトです。下もですね、連番ついてない方でお願いします。はい、では説明したところで、本日のお話ですね、デザインシステムとコンポーネントというちょっと概念的なところからお話ししまして、テンプレートエンジン、バグのご紹介、まあ皆さん結構知ってる方が、ね、多いみたいな感じだったんですけど、まあ、サクッと紹介して、コンポーネント思考という考え方で HTML を書いてみようというお話をします。で、まあらかじめちょっとお悩みというか、そのあらかじめ想定して質問とかに答えつつ、本日のセッションとさせていただきます。よろしくお願いします。デザインシステムという言葉、最近僕はよく聞くなって思うんですけども、聞いたことあるとか実際に導入してるよという方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。 1、2割ぐらいですかね。ありがとうございます。例えばですね、デザインシステムって結構いろんな企業とかデザインチームが導入しているものなんですけども、こういうものがあります。これは結構ご存知じゃないですか。マテリアルデザイン、Google のやつですね。これはあんまり知らないかも。GitHub のプライマーというものです。これがですね、ライトニングデザインシステムと、これは結構有名、まあでもあんまりデザインシステムを聞いたことないという方が多かったのであれですけども、まあ割とよく聞くかなと個人的には思ってます。で、デザインシステムとは何ぞやと、デザインシステムとはデザインの考え方を構造化したものです。なんで構造化する必要があったのかっていうと、一貫性を保ちつつ高速に開発するっていう目的の達成のもとで、デザインの考え方を構造化する必要が出てきました。なんで高速な開発が必要かっていうと、皆さんも日々感じていらっしゃるかと思うんですけれども、急速な社会の変化に対応するために、こういうシステムが必要になりました。じゃあデザインシステムがあると何が幸せなのか、どういう感じでやっていくのかっていう話です。デザインシステムっていうのは、そのデザインの考え方などを全部ドキュメント化してるんですけど、デザインとか実装の指針になります。これを見ていれば、デザインとか開発は OK と、これを参考にして作れば OK という感じになります。そうすると、デザインの考え方を全てまとめた場所があると、みんなが開発に参加できるんですね。で、このみんなっていうのは前後工程の人、デザイナー、コーダー基準で考えるとデザイナーエンジニアだったり、あとはこれから参加する人ですね、プロジェクト、それとかあとは、まあ、3ヶ月前に書いたコードなんで、自分で覚えてないっていうパターン結構多いと思うんですけど、そういう未来の自分に当ててもですね、指針になるような感じになります。はい。で、その UI 実装の指針としてパターンライブラリっていうものがありまして、そのデザインシステムって結構いろんな側面があるんですけども、その中でも UI の実装に関して述べられたものが、まとめられたものがパターンライブラリというものがあります。そうですね、 UI コンポーネントのデザイン実装を明文化したもの、例えばですね、セールスフォースの先のライトニングデザインシステムだったら、まあ、こういう、まあ、CSS フレームワークにちょっと近いものがなくもないんですが、まあ、こういうふうにボタンを書きましょうと、ボタン要素使えようと、リブで頑張るのはダサいぞと、さっきも言ってましたけど、ここにもちゃんとボタン使いましょうというふうに書かれています。ちょっと見にくいかな。これがマイクロソフトのオフィスの365とかのパブリックというものなんですけど、これもそうですね、まあ、リアクトコンポーネントとして提供されてるんですけども、まあ、これも、実装の指針が書かれています。ここね、あのタイプだと思うんですけど、さっき見たらですね、あのラベルがですね、バッドジョンみたいになってて、タイプですよね。まあそういうところもありつつ、でデザインシステムに UI コンポーネントのパターンライブラリが実装されているのを、まあ、どこのデザインシステムを見ても大体実装されているという現状を鑑みると、どうやらですね、業界全体としてはパーツを規格化して、それを取り決め通りに扱っていこうというのが、まあ大筋としてはそういう方向に向かっていると見て、まあ間違いないんじゃないかなというふうに私は考えています。
取り決め通りに実装することで、ある程度レールに乗っかることで、一貫性と効率性を、両立を図りつつも、スピーディーな開発をしていこうというのが、今のウェブ開発の流れかなというふうに思っています。で、そのパーツ単位の設計思想ですね、コンポーネント思考って呼ぶことがあるんですよ。呼ばれますね。コンポーネント思考とコンポーネント設計とかですかね、そういうふうに呼ばれることがあります。例えばですね、もう今コーダーフロントエンドにいる皆さんだと、業界に入ってですね、この並びを何回見せられたことか分からないかと思うんですけども、リアクトさん、アンギュラーさんと、ポリマーさんと、ライターも見ないかな、Vue.js が最近流行ってるような感じがしますけど、これは全部コンポーネント思考のライブラリになります。とか CSS 書いてる人だったら Vim とかね、コンポーネント単位でブロックを切っていってクラス名をつけていきましょうとか、SAS とかですね、SAS は、CSS を役割単位で分割していって、それを分割ファイルに分割して全部インポートしてガチャンコしてコンパイルするっていう手段ができるようになりました。これもコンポーネント思考の、開発を助けるツールになっています。で、まだ策定中なんですけど、ウェブコンポーネント、これも議論中なんですけど、仕様としてそういう方向に定まっていくのもという、未来も見えつつ見え隠れしておりますと。で、今日のお話がちょっと前置き長くなったんですけど、コンポーネント思考の設計を HTML でやろうという話になります。はい、ではタグの紹介ですね、知ってる方が結構多かったのでサクッといくんですけども、タグ、HTML を分割できます。 SAS みたいな感じですね、分割して挿入という感じで使うことができます。中に、Node.js っていう、サーバーサイドの JavaScript の環境で動きますので、JavaScript を書くことができます。で、これ結構賛否両論あるんですけど、インデント強制の言語です。で、独自記法があります。ちょっと癖があります。まずはじゃあ記法を見ていきましょう。サクッといきます。閉じタグ不要で親子関係はインデントであります。普段ですね、親子関係でこういうタグの中に囲って要素を書くっていうのが、一般的っていうか、こういうふうに HTML を表していくんですけども、タグだとこう、閉じタグがないんですね。あとはその要素の横の、三角のやつもないです。はい、独自タグ括弧で、この辺はちょっとサクッと通します。開業処理ですね、開業してインデントが発生してしまうと、その時点で、親子関係を表すことになってしまいますので、この辺の扱いもちょっと注意してあげないといけません。どうするかというと、なんかこんな風に書くんですね。これは、普通に親子関係のインデントとかじゃなくて、意図的にやってるものだよっていうのをなんか示してあげる必要があります。若干癖がありますね。で、ここまでまとめるとタグ機能いいと。皆さんもう日々思ってたり、逆にこっちの方が好きっていう方も多いと思うんですけど、僕は別にキモいと思ってないんですけど、Twitter とかね見てるとね、タグがキモいと結構言われてるなっていうふうに感じてるのが、ここ最近かなという感じです。で、タグを使ってコンポーネント思考をやっていこうという話が本題なんですけども、その1ですね、ファイル分割と読み込みと、まずそういう基本的なところからやっていきましょう。今からページを実装しますということになりましたと、ブログみたいなのを作りました。で、それを実際に HTML 書いていくとどうなるかっていうのをちょっと見せします。デモします。ディレクトリ動いて、エディター開いて、軽く起動して、なんか選んでますけど、無視しますと。で、書いていくんですけど、3分ぐらいあります、これ、ちなみに。ヘッダー、ヒーロー、カードリストみたいな感じで、セクションに分けて考えていきましょうと。日本語になってましたね。ナビバーで。ナビバーを構成する要素。じゃあ、まずは、ブランドロゴを入れていきましょう。タイプが多いですね。全部 div でやっちゃってますね、この人。全部 div ですね。CSS ナイト LP54 と。はい、ヘッダーができました。で、ちょっと見にくいので折りたたんで、次ヒーローも実装していきましょう。div。あ、一番使いましたね。タイトル。CSS ナイト LP54 と。
大事ですからね。でこれモチーフで使っちゃいますね。これ多分 H2 とかの方が楽しいんじゃないですか。こうだと、はい、はい、まあヒーローエリア的なものができました。で、まあ、背景色欲しいので水がちょっとしましょうか。はい、背景色つけました。で、ミディアムスミディアムスじゃなくてミディアムですね。タイプを押してましたね。はい、まあこういうふうに広げましたと。ちなみに CSS フレームワーク使ってまして、ブルーマというものを使ってます。で、ちょっと見にくいので一旦コメントアウトして、次はカードのところを実装していきましょう。カードで、カードを構成するカードイメージ、ディグ、あ、こういうフィギュア使いましたね。イメージを使いましたね。画像を読み込んでいきます。はい、読み込んでこんな感じ。カードで、あとは著者情報を書いていきましょう。メディアレフト、フィギュアイメージ、イメージ、プロフィール画像を読み込んで、あ、ディレクトリ間違えましたね。画像がでかいですね。メディア、コンテンツ、中身書いていきましょう。タイトル、ディグ使いましたね。中村ゆうき。ゆうきの希望って書かないと出ないんですよね。もう100、もう50何行書いてきました。タイトルで、今もらってましたね。はい。で、サイズ調整し、間違えましたね。サブタイトルクラス、サブタイトル要素みたいになっちゃってますね。これは、エメットの展開をミスってます。もう気づいてない。これが多いんですよね、とにかく。なんかこれ、全角スペースが入ってます。はい。で、サブタイトル。あ、やっと気づきました、div。で、閉じタグも直していこうね。ちゃんとクラスつけましょう。はい、できた。で、あとはカードの実装ができたので、どうしていくかっていうと、画像の検索して、できたので、あとは、6個出てたので、6個コピペしましょう。1、2、3。で、開業処理入れましょう。フレックスボックスなんでね、フレックスラップを入れないと開業してくれないので、入れましょう。はい。3つを、6つにできました。はい、できました。で、それを、あ、さっき消しておいたやつか。待ってコンテナ、コンテナに入れていきましょう。まずは div で作って、今作った要素を、入れましたね。今消し、さっき消したやつを復活させて、で、セクションを分けしましたね。余白が出てなかったので、セクションを分けしました。こういうふうに、作ったコテ、作ったコテというふうにやって実装しました。4分かかりました。っていうふうに、まあ、HTML で書くと、まあ長いんですよ。しかも行数も増えるし、でコピペもめっちゃ多いし、タイパーするし。で、やらかしたことですね、結構あったんですけど、まあその、何かをコピペするときに、その、コピペ、何かの要素をラップにとあるクラスの中に閉じ込めたいというときに、一回生成した後に開けて、コピペして持っていくみたいな、そういうのが面倒くさかったですね。そういうのは閉じタグがあるから、そういうことをしないといけないんです。でも、タグだとそういうことをしなくていいというメリットがあります。はい。で、これ考え方なんですけど、まあ、コンポーネント指向の考え方だと役割にまず分割します。ヘッダー、ヒーロー、カードとか、さっきの実装の流れ見てもらったのと一緒なんですけど、まあ、こういうふうに考えます。で、タグで実装すると、さっきと全く同じコードなんですけど、かなり短く書けるんですよね。なぜなら閉じタグがないので、半分ぐらいになります。で、まあ、こんな感じで実装し、タグの場合は、それぞれを、ページを、ページ、コンポーネントはコンポーネントでファイルを作って、ページ側に挿入していくっていうふうに作っていきます。こうすることで、コンポーネント側は見通しが良くなりますし、ページ側はどういう構成になっているのかっていうのが分かりやすくなります。ヘッダーがあって、ヒーローがあって、カード並んでるとこがあるんだなみたいな感じで、まあ、ファイルを見るとね、一目で見れます。一目で分かります。で、共通パートを使い回すこともできます。さっきのヘッダーという役割で分離したので、まあ、トップページでも使えるし、プロフィールページとかがあるんだったらそこにも同じものを入れてもらって大丈夫です。今までだったら、いちいちトップページで作ったものをコピペして、プロフィールと HTML とかにコピペする必要があったんですけども、まあ、それぞれ挿入するだけでよくなります。でもっと言うと、セットで同じ流度で CSS を分割して SAS で書いておくと完璧ですね。これがコンポーネント指向の、ウェブフロントエンド開発のコーディングの一つの理想的な形じゃないかなというふうに考えます。賛否。
両論というか、まあ、いろんな意見がありますけどね。でまとめると、非中ファイル量の記述量が減るし、ページ側は挿入、何が挿入されているって書いてあるだけなので構造が分かりやすいです。で使い回しもできて、楽だというふうな使い方ができます。はい、その2、変数を使っていきましょう。同じパーツなのに文言が違うっていう実装結構あるじゃないですか。例えばさっきのヒーローのとこなんですけど、全く構造も同じで全く役割も一緒と見た目も一緒となのに中身の文言だけが変わっていく。でこれをですね、別々の役割として捉えるのか、これはプロフィール用のコンポーネント、これはヒーロー用かトップページ用のコンポーネントだからそれぞれ別の役割でしょっていうふうに考えるっていうやり方もあります。また、同じ役割だろうというふうに考えて中身を、まあ、どうにかして変えていくっていう考え方もあります。まあ、役割を考えると、まあ、このパーツに関して言うと挿入先のに依存してテキストデータが変わるっていうようなパーツになりますね。なので、まあ、ページ側にデータを持たせてそれを、まあ、自動的にそれにそのデータに、を自動的に取って取得して代入されてそのふうに、まあ、データの中身のテキストが決まっていくっていうのが、まあ、妥当な考え方かなというふうに私は考えます。なのでコンポーネント側に実データを持たせないという設計を考えてみましょう。まあこうですよね、テキストのところを穴ぼこにしておいて、まあ、挿入先でそこにデータを入れていく、こうやったふうに挿入先の持つデータを、入れるっていうふうに作っておけば一つのコンポーネントだけでよくなると。あとは、各自、出先でデータ入れられてくださいというふうな感じになります。でページファイルごとに文言を定義していくんですけども、まあ、こんな感じです。タイトルっていう変数を参照してそのデータを入れていくようにしましょうというふうな作りにしておいて、ページ側ではバータイトル、出演者のプロフィールみたいな感じでテキストを、定義します。でそうすることで、まあ、こんな感じで出演者のプロフィール、ページが持つデータを参照してそのデータと組み合わせて HTML が生成されます。インデックス、トップページでも同じことですね。はい、じゃあまとめ、この変数のところのまとめ、役割と構造が同じパーツはいくつも作らなくて OK。 はい、ではどんどんいきましょう。繰り返し、これは JavaScript を使っていくんですけども、さっきですね、コピペのひたすら繰り返したカードを抜く並ぶ UI があるんですけども、これパーツ単体で見ると大した記述量じゃないんですよね。ちょっと中身は、割愛してますけども、パーツ単体で見るとそんなに、まあ、これだけ見てれば OK と。でも3つ並べると HTML で書いた場合こうなんですよね。同じやつが並んで1,2,3 と並んでるだけなのに、まあ、なんか記述量が多くて情報量多そうだなっていうふうに見えちゃう。で6個にあったらこうですよね。ちょっと出ましたね。まあこんな感じで、ただ、見ないといけないところは、まあここだけと。実際は、大した情報がないものが、繰り返し並んでるだけなのに、初めて見た人はなんかここ情報量多くて扱いにくそうだなっていうふうに思ってしまいます。で扱いにくそうっていうふうに思ってしまうと念のため注意しようっていうふうになるじゃないですか。まあ、イケイケでやっていく人もいるかと思うんですけども、まあ、これ単純に並んでるのかどうかわからないと。なので一応全部見るか。そこで、でも本当はここの、カードのところだけの情報しかない、この情報はただ繰り返されてるだけだと。そういうところで本当は全然難しくないのに念のため注意するみたいな無駄なコストが発生します。本当は難しくないのにもったいない。なので、それを本当に同じコンポーネント使ってますよ、ただ繰り返してますよっていうことを明らかにするには、まあ、同じコンポーネントですよっていうのを明示してあげる必要があります。なのでこれがこのコンポーネントが3つ並んでるんだぞっていうふうに、コード上で示してあげることで、単純繰り返しなんだなっていうのが分かりやすくなります。さっき分割して実装したやつを、コンポーネントをただ代入します。代入というか挿入します。でこれが3つ並んでいるっていうふうに表現するには、フォームというものを使いますね。 JavaScript の、まあ、そのプログラム、どのプログラムにも実装されていると言っても過言ではないでしょう。フォーム、
こうやって繰り返し処理ですよって同じカードの繰り返し処理ですよっていうふうに表現してあげることで、あ、これは単純繰り返しなんだなっていうことが、コードを見てわかります。数が増えても一緒です。数値を変えるだけで出力する数は増えます。出力する数は変更できます。ということで、繰り返し処理のまとめは、コピペをしなくてよくなります。修正も簡単です。数値を変えるだけで OK なので、まあ、その、いろんなパターンを確認したいと、1個の時、2個の時、3個の、3の倍数の時、奇数の時、偶数の時というふうに、は従来だったらコピペをいちいちしなくていけなかったんですけど、今回は、今回というか、こういうふうに、繰り返し処理を使いこなすことで数値を変えるだけで、楽々実装できるというふうになります。はい、ラストです。条件分岐。例えばですね、スマホとかの UI でコントロール系の UI、 画面の一番上についてるやつですね。こういうのって、まあ閉じるボタンがついたりとか、階層によっては戻るボタンがついたりとかで、まあ、結構パターンを持つことがあります。で、パターンの明文化っていうのは、まあ、コンポーネント側がどういうパターンがあるっていうのを管理できるべきなんですけども、でもどのパターンを出すかっていうのは、入れられたページ、このコンポーネントが挿入されるページで制御できるべきかなというふうに、まあ、私は思います。なので、こんな風にですね、コード上で、条件と挙動をしっかり明記してあげることで、まあ、どういうパターンを持っているコンポーネントなんだよっていうのが、コンポーネント側のファイルを見ると、一目で分かるようになります。あ、これ、コントロールナビなんですけど、DV でちょっと実装してるんですけど、あ、でもボタンはちゃんとですね、ボタン要素で実装します。まあ、そうですね。じゃあ、ちゃんとしましょう。で、ここ H1 タイトル、さっきの、ヒーローの時と一緒です。H1 要素は、各自ページに挿入されたところのデータを取ってくれる。で、もし close という変数が true、真であれば、ボタン close を書き出すようにしましょう。で、もし preview、 戻るですね、戻るの変数が真であれば、戻るボタンを書き出しましょうというふうな作りにしておきます。で、こういうふうにすることで、あ、こんなパターンがあるんだっていうのが、まあ、見てわかりますね。まあ、ページに挿入されるときはこんな感じになります。上の方ですね、クローズイコールクローズが true なので、閉じるボタンは表示しましょう。でもプレビューのところはフォースなので、戻るボタンは出さなくていいですよ。でタイトルは、まあ、閉じる、あ、これちょっと間違ってますね、でも、下も間違ってますね、全然合ってませんね、でも、ボタンのところだけ注目してもらうと、まあ、そのクローズ true、 こういうふうに、挿入される側で制御することができます。はい、でこれもいいところがですね、実装だけじゃなくて、例えば次の工程に、まあ、我々コーダーをマークアップして、次の工程エンジニアがバックエンドとか、フロントのフレームワークに組み込むとかの時に、まあ、こういうそういう場合って結構ケースとしてあるし、私も業務でやることが多いんですけども、まあ、それをコードを見せるだけでですね、エンジニアには分かりやすいのではないかなというふうに思っています。なので、こういうその前後のコミュニケーションを取るっていう手段として、JavaScript をそのテンプレートの中に導入していくっていうのは、かなり、コミュニケーションを円滑に進めるための、かなりベストプラクティスじゃないかなというふうに私は感じています。で、まあ、1から4まで、機能紹介したんですけども、全体のまとめとして、HTML が分割できます、タグを使うとね。なので、それぞれが分割したファイルがそれぞれ使い回せるパーツのファイルになります。そうすると、コピペとか検索置換とか、ただの作業っていう、もう本当に何の生産性もないっていうかあれですけど、別にデザイナーじゃなくてもできるでしょう、小学生でもできるでしょうみたいな、そういう、ただの作業を削減することができます。また JavaScript が使えます。これがですね、まあ、エンジニアらしく実装していくっていうだけじゃなくて、そのプログラムを使ってデザインとか条件のパターンを言語化、デザインの言語化できるようになります。こうやって、JavaScript で条件とか明記しておくことで、まあ、状況把握とかにかかるコストが削減されます。で、これらがこのメリット、2つのメリットがどこにつながっているかっていうと、まあ時間の削減、作業の削減、コストの削減っていうのは、全て高速な開発
をすることにつながりますし、で高速な開発をするっていうのが目的じゃなくて、そこで、時間を生み出す、今まで作業に使っていた時間を圧縮して時間を生み出すっていうところが私は大事なんじゃないかなというふうに考えています。そこの生まれた時間でどうするかっていうと、私たちはプロとしての付加価値を生み出すっていうところに注力していかないといけません。例えばパフォーマンスだったりとか、もっと上の方の UI とか UI というかその UX とか言われる部分とか、あとはインタラクションとかそういうところですね。そういうところに付加価値をつけて、これからどうやってやっていくのか、これからどうやってやっていくのかっていう部分が私たちに課せられた課題じゃないかなっていうふうに考えています。はい、ではタグの紹介と、コンポーネント思考とは終わりました。なので最後は、こういう質問あるんじゃないかなというふうに用意してますので答えていきましょう。いやいや JavaScript とかちょっとみたいな、コーダーですけど、私デザイナーですけど、コード書いてアクセシビリティして JavaScript ちょっとみたいな、たまに言われるんですけど、これに対して答えていきましょう。まずはですね、繰り返しだけど OK です。フォームだけとりあえず使えるようになれば OK です。もうそこはやりましょう。でそれできるようになったらですね、プロジェクト内で繰り返し検査をするんですよ。繰り返し検査ですね、ひたすら無駄な書き手のところをフォームに変えていくっていう人ですね。今さっき結構こういうのをですね、僕警察って言っちゃうんですけど、繰り返し警察と、無駄な書き手を取り締まっていくと。でそうしていくとですね、たまに出てくるのが単純な繰り返しだけではどうしても都合が悪いという場所が出てきます。そこを次はリファクタリングしていきましょう。機能、振る舞いを変えずに、コードを美しくしていくという作業をしましょう。で繰り返しに慣れてきたところで条件分岐とか変数とか使っていけばいいんじゃないかなと思います。なので1か0かじゃないんですよ。全部できないとタグ使えないとかじゃなくて、一つずつ使えるようになっていったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。一歩ずつですねやってください。まずは一点集中でやってみようというふうに、もしね JavaScript でしょって言われたらこう答えてくださいっていうのを何個かやります。はい、次、独自規模、独自規法を覚えるのは大変。タグ、ですね、HTML 書いてる人から見たら、なんだこの規法はっていうふうになるかもしれないんですけど、これについて。ですね、変化ツールがあります。HTML to R という。で、この何々 to 何々っていうツールは結構あって、CSS to SCSS とか、CSS to SAS とか、HTML to JSX とか、結構あって、これでこの文字列で検索してくると出てくるんですけども、タグないかなと思って検索したら案の定出てきました。そのタグっていうプロジェクトがもともと昔は JDOT って呼ばれてたんで、ここちょっと表記は JDOT になってるんですけども、このツールでね、まずは自分で書いた HTML を変換することから始めていってもらったらなと思います。で、実際に自分が書いたコードを、タグで書いたらどうなるんだろうというふうに変換してみることで、タグの記法を上手に慣れていきましょう。いずれすぐ慣れます。でまずは自動変換ツールがあるので、それを使ってまずやってみたらどうですかみたいな感じで答えていくのが、答えてください。お願いします。はい、キモい。いや、なんかこれ生理的な部分になってくるので何とも言えない部分はあるんですけど、このメリットって別にタグの実装者がなんか木を手がってふざけたことやろうぜっていうふうに実装したわけじゃなくて、ちゃんとメリットがあるんですよ。これだったら閉じタグが減るじゃないですか。なので記述量が減ります。そもそもですね、根幹的な部分までいくと、人はミスをする生き物なので、なるべく読まない方がいいし、なるべく書かない方がいいです。なので記述量が減るっていうことをメリットとして、どうにか目をつぶってもらえたらなというふうに思います。面白がって作ったわけじゃないのでね、エンジニアですけども、すぐ慣れます、大丈夫ですということで、記法がキモいのでちょっと使いたくないんだねって言われたら、こうやって答えてください。明日から使える用語なんだね、これは。明日から使えるフロントエンド用語として、いけるって、なれるってっていう言葉をね、ぜひ覚えて帰っていただければと思います。他にもね、同じようなことができているやつで EJS っていうのがあるんですけども、その辺については、また別の機会でお話できたらなと思います。はい。メリットばっかり嫌だって、デメリット教えてくれと。これがですね、結構、1個前のセッションにも通ずることがあるんですけども、
結構でかいデメリットがありまして、簡単にマークアップを放棄できます。何を言ってるかと思うかもしれないんですけど、要素って省略できるんですよ。タグで書くとき、リブって別に書かなくてもいいんですよね。これクラス、CSS みたいに書けるんですけど、クラスの表現はこういうふうに書くことができます。これは全部リブでコンパイルされます。なので、要素を定義しなかった場合全部リブになっちゃうんですよね。エメット使われてる方ってどのぐらいしますか？あ、もう8割、9割、9.5割くらいですかね。エメットってあれクラスだけで展開しようとすると全部リブになるじゃないですか。それと同じことがタグで起こるんですよね。でさっきそのデモで、クラスばっかり定義してたからリブばっかりになっちゃったんですけど、そんな感じでタグでも同じことが起こります。なのでこの辺はちょっと使い方注意かなっていうふうに感じてます。まあエメットでも HTML でもそうなんですけどね。まあとはいえ一つ前のセッションでマークアップの大切さということが分かったと思います。なので皆さんが啓蒙活動したりレビューしていけば絶対にそんなことは起こりません。なので大丈夫というふうに答えてください。はい、では最後にまとめて終わりましょう。分割を使い回しを活用して情報を一元化しましょう。一元化まとめて、コンポーネント散らばらせないようにしましょう。そして、テンプレート内のを JavaScript で言語化することで、デザインを、まあ、条件とかね、言語化していきましょうというふうなお話をしました。でこれらを活用することで、コーダーから見たらデザイナーだったりエンジニアだったりの前後工程に関わる人、新しくチームにジョインした人、またコードを忘れちゃった半年後の自分でもね、すぐに開発に参加できるようなコードを作っていきましょうっていうのが今日のセッションの内容でした。で最後にですね、少し時間があるので、もうちょっと用意した質問があるんですけど、一つのツールにログインされることってかなり危険じゃないかっていうふうな意見もあると思うんですよ。でタグの開発が止まったりしたらどうするの、タグがなくなっちゃったらどうするのみたいな。でその時はですね、素直に喜んでください。別に面白いことを言ってるわけじゃなくて、そもそもですね、何か滅びるときって何かもっと強いものとかもっといいものとかが現れてそれに淘汰されるときだと思うんですよね、私は。なのでそのときはもうもっといい環境が手に入ったっていうことを喜んで、素直に喜んで、素直にそれに乗り換えればいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。で、まあそうは言ってもね、フロントエンドは流れが早い、まあ、あれが流行った、これが流行って次は何々の時代だ、もうまだ何々使っているのとか、そういうね、まあ、風潮もあったりなかったりしますけど、フロントエンドの流れが早いと。でもそういう人たちにも、0か1ではないとさっき、言わせてもらったんですけど、少しずつアップデートしていきましょう。タグに限らず、まあ、ツールですね、ツールの運用で得た知見っていうのは絶対に次に活かせます。何か新しいものが、まあ、ウェブコンポーネントとかそういうのが新しく出たとしても、それって結局今まで既存の知識をの集大成みたいなところがあるんですよね。なので、今までやってきたことが無駄になることっていうのはまずないと言い切れはしないんですけども、結構ね、ツールの運用で得た知見っていうのは次のツールにも活かせるものがあります。なので、小さな学びをね、積み重ねていただいていただけたらなというふうに思います。まあ、今日とかね、CSS ナイトとかは HTML、CSS、JavaScript、インクルーシブデザイン、Git とかなりいろんなことを、一気に知識をアップデートできる機会ですので、僕のですね、セッションが、何かの皆さんにとって役に立つものだったらいいなというふうに思います。では、私のセッションを終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。